秀吉は家康と同盟を組み、天下を統一せんがため全国各地に遠征軍を送った。秀吉の勢いはとどまるところを知らず、ついに反抗勢力は関東の王者北条家を残すのみとなる。秀吉は全国の大名に号令して北条討伐軍を起こし、北条家の拠点小田原城を包囲した。利家もまた時代を担う若者に背中を見せつけるため前へ前へと走り出した。俺ん手で天下支える。おしき、それでいいんだよな。第5話小田原討伐、落とし前つけてやんぜ。利家は西側から切り崩し、三の丸を目指してくれ。わしは南東から入って二の丸を目指す。戦いで一つになれ。行くぞ利家。お、若い者に男の背中。開門。もう俺は迷わねえ。走る。見ててくれよな。せがれがやられしまったか。まずいな。利家、昔みたいに一丁勝負せんか。天下からだこの草でか。仕方ねえやつだぜ。秀吉と競ったお辞儀に怒られた。なんだか昔は思った。これもやつさをやろう。ほいで。開門。秀吉様、そうか。
見せず敵を粉砕するとは豪気の方だ。欲しいすぐに助けに行くぜ。耐え止め、おしまいは手前に来る。撃てろ開門。よし足は南側の前に引き換え。欲しいは東門から天守を狙ってくれ。トシエ殿、これまでの無礼お許しください。トシエ殿は豊臣という家を支える重要な柱です。俺もあなたのように太い柱となってみせます。へっ、頼もしいな。次の時代はお前に任せとぜ。やるな、その調子だ。みんなの日常、私が守る。絶対この秀吉の天下を守る。みんな熱い勝負に言葉はいらねえな。てめえらの日常も天下も俺が必ず守ってやる。あんたいろいろ違うけど、その約束守ってやる。落とし前、つけさせてもらった。
お前ら、俺たちの年を奪って同席だ。俺は秀吉に天下を統一してもらいてんだ。北条が秀吉に従わないでしょ。確かに。バカ正直なドアホームいたもんだ。できな。刑事てめえ、総理条件変更進め。おじごの壁になることが俺の役目さ。そいつはおせっかいだぜ刑事。前だけ背負って天下支える、そりゃ俺の落とし前だ。自身の落とし前や覚悟を選んだ。あの手の中だって逃げ出したぜ。大喧嘩で答えてやろうかい。背中になったじゃねえか。じゃあなおじご、そのまま突き進めよ。けー、待て刑事、肝心の答えを聞いちゃいねえぞ。たく、また雲がすり抜けていきやがった。前だけしょってんだ、負けられっかよ。天下を統一した秀吉もやがて没し、その後の豊臣家をめぐって清正と三成が対立する。その対立を抑え天下を支えていた利家もまた病に倒れた。俺腹くくりました。待つか。死にたくねえ。刑事の前じゃ死んでも言えねえがよ。死ねねえんだ。俺は背中見せつけられたのか。おじきみたいに、信長様みたいに、秀吉みたいに、刑事みたいに。答えてくれ。俺は託された天下支えきれたのか。答えてくれな。おじごが見せつけてくれたさ。おじご、勝家と一緒に閻魔大王と一戦してきな。